ご飯を食べて一発ギャグミンコマ編。はい、始まりました、ペイと気仙沼の仲間たち。よしよしということで、今回もね、美味しいグルメを紹介していきたいなと思ってますね。もう夏も終わりですか。だんだん涼しくなってきましたけども、今回はね、本当にコメントでもここ行ってください、めちゃくちゃリーズナブルで美味しいものいっぱい食べれますよということで、こちらに来させていただきました。ドン、パン屋ミンコマさんです。はい、ミンコマさん、めちゃめちゃおすすめされるんですよ。はい、行ってみてくださいと。で、もう本当にね、日頃からお世話になってる知り合いの方からね、あ、ミンコマちょっと YouTube で撮影行ってよって言われて来ちゃいました。ね、なんか美味しい定食がいっぱいあるっつってね、リーズナブルなものがいっぱいあるっていうことで、皆さんにも紹介したいなと思っております。早速行ってみよう。はい、今回やってきたのはこちら、気仙沼市は松崎前浜にあります番屋ミンコマさんです。はい、営業時間ですが、昼の11時から14時の営業ですね。日曜日、水曜日、定休日、駐車場は隣接した駐車場あります。はい、席数ですが、テーブルが7の、お座敷が2、7、2のフォーメーションね。結構広めに取ってありますからね、ゆったり食べれますよ。はい、間違いなく店主は楽天ファンでしょうね。これで間違ってたらごめんなさいね。でも間違いないよね。はい、メニューを見る前にね、なんか注意書きありますね。これね、読んでくださいね。オーダーの仕方とか書いてあります。はい、メニューを見ていこう。ね、マグロ刺し定食、マグロメカブ山かけ、メカジキ塩麹焼き、唐揚げ、とんかつ、はい、こちらミンコマの人気メニューね。マグロメカブ山かけ、これいいよね。もうマグロ刺身、ホヤ刺し、ホタテ刺し、刺身だ、これね。フライだ、エビ、とんかつ、メンチ、いっぱいあるぞ。焼き魚も充実してますよ、っていうね。今回はね、こんなメニューを注文してみました。唐揚げです。はい、来た。はい、山かけは山かけ私です。うおー、来た来た。はい、今回もね、満を持してのね、実況の不安の兄さんですけどもね、温玉がね、とろけてますね、これね。マグロのこの感じもいいよね。食べやすそうでね、米もピッカピカでね、今回も美味しそうだな。うわ、うまい。
めっちゃうまいこれ。メカブがシャキシャキ。美味しいですね。美味しい。マグロ。うん。わあ。うん。あ、美味しい。鶏肉みたいですね。食感は、うん、マグロの旨味。タルタルは自家製ですか？全部うまい。自家製でも何もないです。おお、すごい。これ美味しい。熱い？大丈夫？うん。おお、おお。辛いのやばいでしょ？全然固くないでしょ？ずっと置いてても固くならない。絶対うまいね。普通でいい。はい、ストップかけてね。はい、はい、OK です。じゃあ、おかわり。ああ、ありがとうございます。はい、うわー、やばっ。うまそう。やばい。いただきます。うん、うめえ。うん、ミートボール、ミートボール的な味。やった！
はい、再びのね、お兄さんですけどもね、おー、なんか、笑ってますけどね、何見て笑ってるんでしょうかね。美味しそうなカツオですよね、このウィンコマ食堂さんね。本当に、私ね、いつかね、この本編にね、出てみたいですね、不安のお兄さんとしてね。いつか、いつかって。終了しました。ゲームセット。ごちそうさまでした。はい、どうもありがとうございました。美味しかった。ありがとうございます。また来ます。はい、どうもありがとうございます。めっちゃステッカー。どっか見えるとこ貼っといてください。はい。はい、ということでね、いやーうまかった、本当に定食とにかく美味しいんですけど安い、あのクオリティのおかずが出てきて、で唐揚げもボリュームあるし、カツオ刺しも美味しいし、もうホタテなんかもあのタレうまかったな、ね、僕の食べたねメカブのとろろのマグロのやつ、あれマジでね5杯まあマジで5杯いけた、うん、行きたかった、今度はねマジでお腹すかしていきたいなと思ってます。皆さんもぜひね、ミンコマさんマジで最高です。本当に腹いっぱい食べたいとき、美味しい海鮮食べたいとき、ぜひ来てみてください。ご飯を食べて一発ギャグミンコマ編、ミンコマだけにみんな細かいこと言わないで早く来いよ。